皆さんこんにちは。さあ、今日はですね、福岡で食べておきたいグルメ、行きたいと思います。一回ね、この滞在中に来たんですけれども、もうあまりにも美味しかったんで、今日はもう一度お店に来ちゃいました。そのお店がですね、こちらです。チョクさんというですね、名前のお店でして、はい、このようにホルモンの専門なんですけれども、もうとにかくここが美味しくてですね、お店はこんな感じになってます。もう精肉店みたいなね感じになってて、すいません。こうやってお肉も販売しながら、この奥で、ちょっとねお肉が食べられると、そういうお店になってます。もうこれにですね、私どっぷりハマってしまいましたんで、最終日にもう一度堪能したいと思います。じゃあ行きたいと思います。ちなみに、このお店をですね、私、どうやって知ったかというとですね、本当にこの福岡来ていろんなグルメ情報をかき集めてたんですけど、そんな中でですね、YouTube チャンネルの僕の移住生活機構っていうですね、面白いチャンネルがあったんですけれども、多分こっちに住んでるというか移住した人がですね、まあ、Vlog 的にこうやってるチャンネルで、そこのね、この載ってるグルメがもうどれもめちゃくちゃ美味しそう で、その中のお店も何軒か行ってたんですけれども、ありがとうございます。その中でこのね、チョクさんを紹介してたので、それで来ちゃいました。でもすごいですよこれ、多分本当に一人でやって2730人今登録者いまして、でもね、とにかくこのなんかもうグルメばっかりをずっとね投稿してるんですけど、こういうチャンネルは本当にこういう時にすごい需要があるんだなっていうのがね分かりました。ぜひ皆さんも福岡来た際には、この僕の移住生活機構さん、もし見てたらなんかご連絡くださいすいません、なんか勝手に紹介して、これ怒られちゃうから、ね、大丈夫かな。これをちょっと参考に今日はやってまいりました。さあ、ということでもう来たから食べていきましょうか。インサートはこちらの携帯カメラで。まずね、これが本当にうまかった。はい、こちらがですね、豚のホルモンのピリ辛でございますね。これは本当にもうお通し的な感じで出てくるんですけど、あ、でもこれもメニューか、メニューであるんですけどもね、まあうまい。これがいただきます。じゃあ早速ね、これうまいんだ、マジで。いただきます。すごい、このフェイストラッキング機能めっちゃ便利。俺がこうやって顔を動かしたら、このオズモちゃんがね勝手に追尾してくれるからめちゃくちゃ優秀だよね。いただきます。美味しいです。聞こえないか。これめっちゃうまいさ、やっぱなんか新鮮なのかな、このコリコリが。うん、うん、わかる。もうここはもう本当ホルモン専門っていうだけあって、豚も牛もどのホルモンもめちゃくちゃ鮮度があって、でご主人もその日に入った本当にいいところだけをおすすめしてくれるんで、この間来た時は豚のホルモンがすごい美味しかったんですけど、今日はなんか聞いたら今牛のホルモンが今日は入りたてのがあるから、それちょっとお出ししますって言って、うれしい。うーん、こんな音しないよこれ。うまっ。値段も本当に安くて、これ本当に福岡ちょっと移住考えたの。この僕の移住者機構の人みたいに移住してみようかなって思っちゃうもん。じゃあちょっと焼き物が来るまで
しばし待ちたいと思います。あら、来て。さあ、今鉄板も熱く熱くなってきました。あ、来た。うわぁ、これは待ってください。牛ホルモン盛り合わせ、これ部位は何でしょうか。ご主人、ちょっとご説明いただいていいでしょうか。北海道産の、はい、タン。タン、頬に、頬、ハラミ、はい、ハラミ、はい、サガリ、はい、ミノ、ミノ、これがヤン。ヤン、ヤンって何でしょうか。千枚つなぐ部分の蜂の巣の一番根元の部分で、はい、アワビみたいな。アワビみたいな、確か見た目もアワビですもんね。ありがとうございます。今日仕入れたばっかりの、じゃあもう新鮮な牛ですね、これ。ありがとうございます。ヤンからいっちゃおうかな。ヤン、ヤン、俺がこっち来ればこの、あ、すごい、ちゃんとここも見える。これいいね、一人で自撮りするときにこのフェイストラッキング機能があればちゃんとこっちも入ってくる。ヤンとミノ、これ福岡はもうこの朝10時から開いてるんですよね、ここ。もうその昼間からみんな来て、このホルモンを当てにみんな飲んでるんです。はい。最高ですね。福岡移住しようかな。やん。すごい。見えてる、見えてる。あ、見えてる、見えてる。ギリ入ってるかな。これはいいわ。フェイストラッキング機能。へぇー。うわ、すげえ、マジで新鮮だもん。このトングで触ってもこのコリコリ加減が分かる。うぅ、いいな、いいね、一人ホルモンいいね。もうマジでここのホルモン一回食べてもハマっちゃって、もちろんお肉もあるはあるんですけど、もう基本的にはもうホルモンメイン。もうここ来たらホルモンしか食べない。ホルモンだけでね、つまんで、で、またもう一軒別のお店行くとかっていうのが、なんかこう、福岡の食べ歩きスタイルらしいんですよ。でも本当つまみ、これは。でもまあ、俺、お酒飲まないから、ずっとこのホルモンウーロン茶で行ってるんですけど、それがまたいい。もう福岡堪能しまくっちゃったね、俺。一人でホルモン焼き焼きちゃったんだから。すごいいい感じ。ヤン、ヤン行ってみよう。いただきます。うん、聞こえてる。はい、ミノ、ミノ行くよ。ミノ。ナイス。うまい。最高。さあ、もうどんどん食べていきます。今度はここが。頬肉っつってたね。頬。全部大体1枚ずつぐらい。それぐらいがいいの。で、またちょっともう一軒行こうかなと思って。うまい。頬もうまい。で、これタン。タンも、タンってホルモンなんですね。タンは。本当にうまいホルモンってもう、あの、しっかりなんかさ、大体ホルモンって濃いタレにつけて、やっぱり臭みとか、こう、なんだろうね、そういうものを隠したりするんだけど、これ全部一切味付けしてないからね、このホルモン。だけど、もう新鮮だから、そういった臭みもないし、食感もすごいいいし、
マジでうめえ。ハラミちゃん。うん。なんかお肉みたいなこういうジューシーな脂が出てくるんだね。ミノもそうだったんだよ。素晴らしい。はい、今こちら、ヤンさんとタンさんとそれからサガリさんですね、いただいております。いい具合になっております。サガリさんなんかもう結構レア目でもいいですから、ね、これちょっとねごめんなさい、レアすぎましたけどね。タンがねまたなんか普段食べるタンと違うんだよねこれ。うえし、ヤンさん、ヤンがまたうまい、コリコリで、うわすごい、これちょっと美味しそうに見えるぞ、これより美味しそうに見えるぞ、俺結構、いやーちょっとでも福岡に滞在中に2度来たのはここが初めてです。はい、どうしても来たかったんです、すいません。いやいや、しかも最初に来た時はなんかあの素敵なお姉様方との出会いもあったんで、あれもすごい楽しかったし、なんか温かく受け入れてくれて、はい、ありがとうございます。すいません。うわっ、あ、大丈夫です、ぜひ。これが何ですか。牛の小腸。小腸。赤千枚ギアラ。赤千枚ギアラ。これ島町。島町。八丁味噌の味。はい。そして、そちらが。豚です、ね。来た、もうこれがね、僕魅了されたんですよ、今日。今日は牛のホルモンも出してくれましたけど、この豚のホルモンが、うますぎて、ちょっとこれ V 説明いいですか。タン元とタン中です。豚のタン、元タン中。はい。これが頭肉。頭肉ってなんですか。おでこからほっぺたの。おでこ。お肉。はい。これはブルーって、喉軟骨。喉軟骨。これは心臓です。はい。これ豚の直腸。直腸。鉄砲。これがガツ、胃袋。ガツ。いや、この豚ホルモンをこんなに食べたの僕初めてだったんで、すっごいもうこれに本当魅了されました。いただきます。来た来た、このお店の本命ですよ。焼いてきます。まずはこの豚のタンね。豚のタンってのは意外と珍しいよね、普段食べないからね、豚タンで。はい、もうこれね、あのホルモン屋さんあるあるですけど、もうすでにここら辺から何か分かってます。はい、これが確か喉の軟骨っつってたね。喉軟骨、これが もうあのさっきの巻き戻してみてください皆さんね。私も今焼きながらこれが何だったのか全く分かってません。これすごいでしょ。ごめんなさい、謎です、もう謎肉です。謎肉じゃないですね、僕が部位忘れちゃっただけなの。いただきます。やばい。でこれが豚ハツです。豚さんの心臓、いただきます。なんかキュッと締まる感じ、うまっ。豚のホルモンがこんなにハマると思わなかったです、僕は。マジでうまい。で、こちらが喉の軟骨、豚喉軟骨。あ、違う、これ小腸、豚小腸。こっちが喉なんです。
これ豚のど軟骨、うめえ。お肉ももちろんそうだけど、やっぱホルモンこそもう鮮度がないとそもそも食べられないからね。お肉ももちろん鮮度がいい方が美味しかったりするけど、ホルモンはもう鮮度落ちたらそもそも食べられない。これは本当に贅沢でございます。ということでね、本当にこの福岡14日間おりましたけれども、こちらの直さんは、2度目の来店でございまして、本当に本当に僕がハマった福岡グルメの一つというか、もう福岡グルメ水炊きとかもつ鍋は正直行かなかったですね。それ以外に美味しいものがいっぱいあったので、いろんなグルメをこの福岡で堪能することができました。皆さんありがとうございます。いかがだったでしょうか。また一人グルメ旅も気が向いた時にやりたいなと思ってますんで、楽しみにしていてください。さようなら。ようこそフィレッジへ。